世界現象にモノモス私はバーチャルユーチューバーのモノモスみんな最新のドラマ下告状9時を見た超オンモ田中雅宏投手がゲストとして登場して SNS が大盛り上がりだったんだっていつの間に撮影したんだろうね こんな豪華なゲストがいるなんて、ドラマも現実もまさに下克上だね。でも、逆にね、プロの選手はこうしてドラマに登場することで、アスリートとしての評価とメディア露出のバランスをどう考えるべきかって問題があるんだ。例えば、田中選手は一部では不調やチーム内問題で批判されている。なのにドラマ出演で注目されるちょっと複雑だよね。ファンとしては嬉しいけど、スポーツセンスとしての本文にどう影響があるかも重要なポイント。ただの娯楽と片付けるのは簡単だけど、私たちはもっと奥深く考えないといけないんじゃないかな。他にも、選手がメディアに登場 するるるることとで得もものの失うものをバランスよよく考える必要があるよね田中選手はもちろんのことこれまでにも一応が古畑任三郎に出たり他のアスリートが色々な番組に出演して話題を呼んでいるしね喜ぶファンもいればスポーツ選手の本職を忘れてはならないと心配する声もこれは絶対に議論すべきテーマだね結局私はこう思う芸能活動も大切だけどプロアスリートである前にスポーツ選手としての指揮も忘れちゃいけないファンとしてはそのバランスをうまく取りながらキャリアを築いてほしいなって願ってるよさあみんなあなたはどう コメントで教えてねそれじゃあ今回はここまで私はバーチャル YouTuber のモノモース SYOUNEXTTIME